出陣 SBC プレス。久々ですね。久々ですねっておかしいだろ。いやいや、この、こう室内ですけど、室内のこういうの試合でやるけどね。はい、はい、うん、もう俺ビシしてたんだよ。いや、捨てるな。いや、一番大事な時期一番大事な試合が本当に大事だよ。本当に一番大事な時期。そんな冗談を置いてきまして、はい、今日は真面目にお話し、真面目でもないけど、まあ真面目だ、真面目でもないけど、うん、BC の歴史を真面目に話そうかなと。おお、今日のメニュー、うん、はい、としましては、まあ、BC ってどんなチームだったら、どんなチームなんだろう、はい、どんないいことがあるんだろう、はい、っていうのと、そもそも選手の入れ替えっていうのが、まあ、2年目激しくて3年目の今年、まあ、完全に落ち着いて、うん、もうこの戦力ならいけるっていうのが揃って、まあ、選手を全然取ってない、はい、全く取ってないです今年に関して。そうだね、新しく入ったの2、3人じゃないかなっていう感じで、うん、まあ、そういう流れもありまして、どういう人がいるのか、はい、全選手紹介です、はい、確定で、うん、現段階での STBC の選手、はい、選ばれし選手たちの紹介、はい、そして、最後となるんですけれども、はい、今どういう大会が残ってるのかも説明します。はい、そうですね、はい、でそれとともに全国決めるにはもう1人2人必要でしょということで、はい、最後の方で選手募集の方久しぶりに、はい、させていただきます。よーし、やることとしては、ね、BC どんなチームなの、はい、どんな選手いるの、選手募集しますよ、この3つです大きく分けると。もうこの3点セットですね。はい、はい、早速ですが、そんな感じでやっていきたいと思います、はい、選手、どういう選手かとかはちょっとあんま時間的にね、ほぼもういかないといけないんで、はい、僕のなんとなく感じてる部分だけ。そうですね、まあ正義がこう思い描いてるか、どう見てるか、どう見てるかっていう、うん、って感じで、うん、はい、それではまずプログラムナンバー1番、はい、SCBC ってどんなチームなの。まあ改めてね、はい、はい、まあ、STBC っていうのは ST スタジオがプロデュースしている野球チーム、はい、はい、軟式野球のチームです。そうですね、はい、まあクラブチームという感じですかね。まあそうだね、まあ位置づけはそんな感じでしょう、はい、うん、はい、で STBC の特徴としては、まあありがたいことに、まあ、ST スタジオっていうのがあるんで、うん、まあすでに見てくれてる人がね、まあ、野球のチャンネルだけでも6万人以上、はい、まあ、いるということでファンが多いです。そうですね、まず BC のメリットその1、はい、軟式野球人にファンが大量にいると。いや、ほんとめちゃめちゃいるからね。いや、ほんとにね、特に初期からいるメンバーとかもすごいからね。そうですね、シンジアツヤとかもそこだね。そうだね、まあ、イベントを ST やってる時も BC のメンバーたまに呼んだりするんですけど、うん、BC のメンバーが好きっていうファンの人も中にはいます。あ、うん、全然いる、全然いる。一般の人とは違った、うん、そういう、まあ、快感というか、ね、うん、そういう経験が得られますよ。いや、はい、なかなかできないですよ、はい、まあ、なかなかっていうかもうほぼできない、うん、他のチームじゃ絶対無理ですから、うん、2つ目ですね、メリット2つ目、はい、スポンサーがついています。はい、素晴らしい、本当にいつもありがとうございましたけど、これも草野球チームで、まあ、チラホラはね、強いチームだとチラホラいるんだけど、うん、まあ、うちは勝敗とか関係なく最初から、まあ、ST さんがやるんだったらということで名乗りを上げてくれたスポンサーの方たち、はい、何社かいますので、うん、はい、それは概要欄に貼ってあります。はい、のでぜひチェックしてみてください。お願いします。というわけでスポンサーがいるということで、用具の提供だったり、うん、まあ、いろんな方向でちょっと助けて援助してもらってますよ、はい、いった形で、それに伴って SCBC は交通費以外一切のお金がかかりません。はい、鬼です。うん、もう本当に普通だったらみんなで割ってつっやってるからね、他のチームは。これね、多分だいぶ違うと思うんですよ。いや、全然違うよ。これが一番違うと思う。いや、本当にみんなおのおのの生活があるのが草野球なんで、うん、別に野球が仕事っていう人はほとんどいないんで、うん、やっぱ何かしらっていうか、いろんな複雑な材料があって、うん、やめやすいと思う。そうだね、部活とかも違う、うん、いろんな選択肢がある中の1個でしかない、うん、まあ、そこが心配ないんで、うち、ん、に入ったら交通費だけ、はい、で車で来る人に一緒に誰かに送ってもらうとかだったらお金もかかんない可能性もある。そうですね、まあ、ユニフォーム、大会、うん、その他もろもろ道具代、この辺全部かかりますよ。はい、なんならなぜか分かんないんですけど、私が自腹はたいて年間で、あの優秀だった選手に対してお金がなんかプレゼント送ってます。しかもグローブもらってますからね。はい、グローブとか普通ってされないから、買えないっていう特別体質なチームいや、多分その様子もね、タイトル発表の動画がありますから、ね、うん、そこ見てもらえれば分かると思います、ね、はい、ちょっといっぱいあるんでね、話さなきゃいけないことが多いんですけれども、じゃあメリット最後ですね。はい、就職に困らない、うん、お、これも結構でかいです。はい、一時期企業チームにしちゃおうかってなってたぐらい、もうぶっちゃけ言って僕の人脈を使えば、仕事に困ることがないですと、うん、いうことで、まあ、僕自身も役員や代表含めて、うん、何社もやってますし、はい、そこに入れることもできるし、知り合いのところに入れることもできる、
うん、いうことで、もう蒲田とかに関してはね、もう分かりやすくちゃんとね、知り合いのところに、そうですね、まあ、ここで入社そうですね、入りましたね。でもちゃんとね、仕事はしてちゃんと活躍して、はい、昔前より前の仕事、前職より全然いい結果を出てる感じを聞いてますので、はい、まあ、だからそれが3つ目のメリットで、長く付き合っていってる。だからその選手の人生がより良い方向になるように、自分の力で何とかできるんだったら最大限かもしれません、はい、まあ、そういった感じでございます、はい、バックアップが素晴らしい、はい、はい、メリットまとめると、お金が全然かからない、はい、ファンがいっぱい、はい、そして就職に困る、はい、これですね、はい、これだけでもう化け物、いやもうだいぶでかいよ、本当に本当に気持ちよくね、野球ができると思います、そうだね、本当に、まあ、ちなみにどのぐらい軟式野球お金かかるかって言ったら、うちの場合ですけど、まあ、ほとんどの大会出てるんですけど、うん、大会費だけで50万ぐらいかかる、いやめちゃくちゃかかってる、本当に、意外と大会するんですよ、めちゃくちゃするから本当に、うん、まあ、毎試合練習試合でもね、結局グランド費、審判費、そうそうそう、5000円とか上がっていくんで、うん、年間したらやっぱ100万円以上かかってくるのかな、いや全然いくっす、ボールも高いんで、そうそうそう、本当にちょっと特例なチームであるけど、うん、まあ、これが STBC というチームでございます、はい、まあ、これだけでももうメリットしかないんで、うん、野球マイヒトやりましょう、いやマジでもうやりましょう自信あるでしょ、来てください、上手い人はいくらいてもいいですから、本当にこの僕の表情が全て物語っています、はい、STBC は楽しいし、はい、人生においてメリットしかないです、はい、なんでカモンです、よろしくお願いします、いや本当にウェルカムです。それでは、長らくね、視聴者の皆さんバタバタさせてしまった、はい、要因の一つでもあると思いますが、はい、選手がね、誰が誰なのかわからない、そうだね、っていうのは重々ね、把握してました、ね、うん、はい、やっとね、もうこれです、はい、もう本当に補強とかも全然せずに生きるようになった今のメンバーですね、うん、はい、こちらの発表していきます、いや、はい、行きましょう、どういう人かもさらっとお伝えします、はい、あんま知らない人、そうな人だけ長めに言っておきます、わかりました、はい、じゃあ背番号順に発表していただきます、はい、まず0番、はい、ガワ、ガワさん、左投げ、左打ち、はい、投手、はい、特徴としてはとにかく明るい、うん、いい意味で空気をぶち壊してくれる、いや本当、そういう、まあそうですね、はい、どうしてもイケイケな時って人間楽しい時はうるさいじゃないですか、うん、それと一緒でムードも明るくなるんですけど、うん、もしもね、もう負けがちらつき始めてる、うん、そういう段階ってもう人間心理的にどん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 静かになって、はい、でそれが伝染して余計な緊張とかしてっていう、まあ、そういうのが顕著に出るのが野球なんですけど、はい、うん、そういう地獄みたいな状況で俺らまだ勝ってんだよみたいな、そうだね、まだ負けてねえよ行くぞみたいなのを本当にマブで大きな声で言ってくれるのがガワです、はい、ピッチングとしてはフォアボールが多いんでそれがなくならないと僕は大会では使いません、見てるかガワ、見てるか、見とけよ全選手俺の直接の評価全部言ってやるから、ね、はい、2番、はい、僕でーす、はい、はい、もう特に言うことないです、はい、代表ですね、です、はい、はい、はい、4番、はい、オカピ、はい、オカピ来ました、早稲田実業、はい、バラの早稲田大学、はい、甲子園ベストナイン選手、はい、ということで、チート級にうまいです、いや、マジで、いや、もう守備の要ですよ、はい、本当に、SBC の正ショートです、うん、はい、完全なる扇の要、はい、もう本当に分かりやすい扇の要、はい、大輝をずっとキャプテンにしてて、うん、まあ、それと別でゲームキャプテンを今年から途中で採用しまして、はい、まあ、なんで採用したかっていうと、オカピがめちゃめちゃ俺の野球感と合ってるから、うんうん、どういう野球がやりたいっていうのが一致してて、ちゃんと選手にも強く言える、試合では一番仕切って頑張ってくれてます、はい、ほんとそれもね、密着動画も撮ってますから、はい、うん、はい、ぜひ見て、右投げ、左打ちの遊撃手です、はい、5番、犬橋です、はい、私です、5番です、CBC 右投げ、左打ちの三塁ランナーコーチャーですはい、三塁ランナーコーチャーです、はい、まあ、リボンさんも野球への思いは強いんですけどね、うん、言ってることとやってることが違うことが多々あるシンジさんから厳しい目で見られています、はい、俺がリモンにチョックでポーンって言うとしたら、まあ、やっぱシンジが前アドバイスした通りだと思う、まあ、そうです、1個足が欲しい、武器がね、走攻守どれかでいいからこいつはこれっていうのが欲しい、うん、それだけです、まあそうですね、はい、まずはそこからです、はい、そこを作りましょう、はい、はい、6番、はい、アツヤ、アツヤ、はい、来ました、言わずもがなと知れた、軟式球界で最強のバッターです、いやあいつ最強だよ本当に、うん、1年目からずっとコンスタンスにやばいハイアベレージですね、4割、5割、5割近く、うん、打ってまして、常にフルスイング、うん、それでいてなぜかちゃんと球を捉えるという、本当流れを切り裂くというか、託せるよ普通にアツヤに、
そうだね、あとあんまり物おじしない性格なんで、うん、みんながお前結構いいピッチャーだなってなってる時にああかもしちょみたいな、そう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 、いやそうだね、そういう意味でも気持ちの面でもなんとなくちょっと選手引っ張ってくれるのかな。うん、稲木右打ちの、ファーストキャッチャー外野、主にここで起用していくつもりでございます。はい、7番陳治、はい、はい、上山さん右投げ右打ち、ハードとファーストですかね。はい、はい、たまにセカンドもやってます。そう、最近はね、うん、やってるね。たまにピッチャーもやったりしてます。うん、まあ、ゲームキャプテンオカピになったんですけど、はい、裏で一番 BC を支えてくれていると言っても過言ではないように、そうですね、まあ、そういった感じの副キャプテンみたいなポジションで頑張ってくれてます。はい、はい、8番ジョーノ、ジョーノさん、はい、ジョーの2年目の2回目のね、オーディションの時に来た選手で、うん、順平と一緒で群馬からかな。そうだね、そうです、はい、群馬から通ってくれてて、左の外野手、うん、まあ、たまに内野もやってますけど、はい、ビジネス数少ない左の長距離砲って感じの、いやー期待さ、でもね、うん、左の長距離砲で入ってきたからね、うん、バッターですね、うん、僕の率直な今のイメージとしては、守備走塁がちょっとおろそかすぎるだからまっすぐに、まっすぐへの強さとか、うん、やっぱり左根のあの打撃っていうのはめちゃめちゃ魅力的なんで、うん、余裕でレギュラー取ってほしい。そうだね、打撃力がすごいからね。先日のね、あのやばかったね、やばかったね、大宮健吾奥行ってたからね、やばい、あれはえぐい、 120m ぐらい飛んだよね。しかも相手のピッチャーの松本140近かったそう、めちゃめちゃいいピッチャー、それをバッコーンってあんな飛ばし方したらもうさすがとしか言いようがない。ね、あれはすごかった、ほんとに。9番鎌田、はい、鎌田さん、右投げ左打ちの外野手兼セカンドって感じですね、うん、今年覚醒しまして、うん、軟式に慣れてきたということで、うん、打撃大学生で今今年一応1番ですね、うん、ミスティビションのリードオートの固定で鎌田となっております。いやー完全固定バケモン級の活躍してるからね、はい、本当にすごい、とにかく顔もいいし性格もいい、うんうん、真面目なタイプなんで、紹介したね仕事先の社長さんからめちゃめちゃ高評価いただいて、いやー、いやー本当だ、そうだね、うん、どうしても素晴らしいやつ、鎌田がこそ本当に素晴らしいっていうことをよく耳にしてました。はい、10番、最近新選手紹介したソータですね。ソータ、ソータ、俺と大輝の同じシニア出身、はい、で流通経済柏のキャプテン、うん、兼3番バッター、はい、で東農大、農大だね、農大の野球部、うん、はい、から社会人、はい、で野球エリートというか、うん、そうですね、がっつりやってた選手、うん、映像ではおちゃらけてるとこ多いと思いますけれども、すっごい裏ではね、今のぐらい丈夫だったみたいな感じで、すごい真面目な性格というか、うん、計算した笑いを取れる選手、うん、なんで頭がいい系だと思います。器用だよね、器用です、うん、はい、野球もめちゃめちゃうまいんで、そうだね、オールマイティだね、ちょっと今お子さんが生まれた関係あんま来れてないですけど、はい、本人のやる気は満々なんで、しっかり来ると思います。はい、ソータは右投げ左打ちの、内野外野キャッチャー全部できます、全部できます、ピッチャー以外全部できます、うん、17番バリ、はい、バリ来ました。野球やってる人なら分かると思うんですけど、弾道ってもう天性というか、うん、持って生まれたものっていう感じがすごくて、うんうん、僕なんてパワープロで言うとどんなに頑張っても多分2ぐらいの弾道しかいかないんですけど、うん、バリが普通に外野に飛ばす時っていうのは確実に4っていうね、全部本当にね、すごい、すごいアーティストの弾道で、うんうん、やっぱ打者としてやっぱすごい才能あるんだろうなっていう、うん、今ちょっとシンジとねタッグ組んで、シンジがみちみち鍛えてますんで、はい、もっともっと打撃磨いてレギュラーを脅かしてほしいと思います。はい、18番大エース純平です。来た自然と拍手がはい、やっとインスタ始めたみたいなので皆さんフォローしてあげてもらって、お願いします。もうほんと様々と言っていいほどの、うん、大活躍、大社員の活躍で、ついにね軟式球界からも一目置かれる存在になって、アッパレだとか、うん、クーニンズに、特集してもらっているようなレベルの大投手になっております。俺ほんとにね BC で選手であんまり活躍しないんですけど、唯一活躍したなと思ってますよ、順平連れてきたことがまあリボンがね連れてきた、そうそう、同じ県大高崎なんで、県大高崎なんでね、はい、右投げ右打ちの投手兼、二遊間ですね、はい、打者としてもめちゃめちゃ優秀です。いや、めちゃめちゃバッティングいい。19番ハッシー、きた、ハッシーさん、ハッシーもね縁の下の力持ち感じで、はい、もう試合出れないかもよっていう、うん、入団前から言ってて、ちょっと能力的に、まあちょっとピッチャーとしては厳しい、BC では厳しい、うん、で打者としても上がいっぱいいるっていう状況で、出れないかもよって言ったんですけど、STBC が大好きなんで、まあやらせてほしい、うん、雑用だけでもいいっていう形で言ってくれて、本当に雑用だけになっちゃう人があるわけですよ、うん、大会期間の時に、うん、そうだね、それでも文句言わずに、
もう何年も野球を BC でやってくれてるんで、いや本当よ、こういう人はもう後々絶対に成功すると思います。うん、いや本当にね、感謝するべき、いやめちゃくちゃ感謝してる、うん、こういう人に感謝できないやつはマジで終わっていくと思うんで、うん、把握しといた方がいいです。いや、はい、本当マジで、はい、ハッシーさんありがとうございます。いや、いつもありがとう、本当にハッシー。22番、大輔ですね。はい、大輔ね、はい、大輔も今年、名門チーム、軟式の強豪チームから、はい、ゆうきさんと一緒に入ってくるたちの一人、うん、はいですね、ピッチャーとセカンドを主にやってて、はい、今年ね、打率タイトル3位以内に入ってるぐらい、打撃でだいぶね、活躍してる。そう、中軸打ったり、うん、2番打ったり、器用ですよね、そこもね。クリーンナップが一番多いもんね。多いね。一時期4番も任されてたし、うん、とにかく野生児っていうか、反応で打つバッターなんで、うん、研究しても何の意味もない、普通に意味わかんない感じで弾き返してくるバッターです。そうだね、本当に、本当研究しても、あの人意味ないから意味ないです。ピッチャーとしても140超えぐらいのまっすぐ投げる。いや、投げる。めちゃめちゃ速いです。いや、もう、第2のエースというか。うん。はい。24番、マーチャ。じゃあ、マーチャー。スーパーイケメン選手。ソータと一緒のタイミングぐらいでね、特集出した、うん、イケメンの選手ですね。はい。大輝の後輩。はい。聖望学園出身。うん。からの法政大学。いや、エリートすぎ。六大学の選手ですね。はい。六大学2人目ですからね、これね。はい、ですね。左投げ、左打ちの外野手。はい。何回もね、多分動画でピックアップしてるんで分かると思うんですけど、もう一歩目とか入り方、レベチ。レベチ、タイヤの守備ほんとすごいよ、うん、当たった瞬間にもう落下地にいるみたいなわけわかんない選手なんでほんと勉強になるんで、ぜひ外野手さん見た方がいい。そうだね、本当にすごい。で、打撃もめちゃめちゃ良くて、うん、僕はほんと2番とかに固定できるのを願ってます。はい、そうだね。ファンの皆さんめちゃめちゃいい男なんで、はい、ぜひ応援してあげてください。いや、ほんと応援してあげてください。はい、25番小島、終わり。27番、グロ。はい、臨床学者の聖捕手ですね。はい、家族の関係でちらほらしか来れないんですけど、うん、まあ、それでもちゃんと来て、たまに来てくれて、うん、大事な大会とかでね、たまにわけわかんない送球してるのがグロです。マジエグいから、はい、俺はずーっとあいつを褒めちぎっています。うん、キャッチャーとしてはすごいって。来たら来たで、本当に存在感すごいからね、あいつの安定感も。一応僕軟式球界3年間見てきましたけど、グロよりキャッチャー見たことあります。いや、ちなみにクーニーさんもそれ言ってました。あいつやばいもん、うん、クーニーさんもグロが言って、はい、なのに、いまだに BC にゴリゴリ来てくれないんで、ファンの皆さん怒っといてください。マジ怒ってください。はい、28番、ウダ。あ、ウダね。仕事が激化したためね、全然来れてませんが、1年目一番支えてくれた、はい、名選手ですね。本当にウダがいて、正義のそばにもね、いてね。はい、うん、分かりやすく言えば、元プロの、うん、独立リーグ出身の選手。はい、33番、タダ、はい。関東大会でファインプレーめっちゃしてた。一番BC にいない ST メンバーが記憶に残ってる選手ですね。はい、夏希とターボーが、うん、ただってやつすげえみたいな感じで印象に残ってる。うん、はい、今がチャンスですかね、ただそう、本当に今は分かりやすいチャンスよね。うん、このレギュラーになるのか2番手になるのかっていう分かりやすいところで、うん、起用し続けているんですけれども、何とも言えない、どっちにも色がつかないみたいな成績なんですずっと首の皮つながってる。そう、首の皮ってずっと言ってるんですけど、うん、そろそろお前落とすかって俺が思った時にいきなりバチコン打つとか、うん、守備でいいプレーですけど、なぜかそういう変な選手です。はい、44番、ゆうき選手。さあ、ゆうき、まあ、全部ね、筒抜けでちゃんと正式に発表してるんで言っちゃいますけど、はい、まあ、映像、この後出ると思いますけど、はい、どっかの大会の決勝戦のかな、うん、満塁でトンネルして逆転サヨナラ負けっていう、うん、大事件が起きたんですけど、はい、打った打球は一塁間を抜けライト前へ。しかしこの打球をライト勇気がまさかのエラー。ランナーは一気に全員が生還。打ったバッターランナーをホームへ帰り、まさかのサヨナラ負けとなってしまいました。はい、それでメンタルいかれて1ヶ月間ぐらい来なくなりました。はいそこまで言っちゃいます。はい、まあ、だからそれも彼なりの理由があって、うん、逆に責任感が強すぎるからこそ、うん、チームに迷惑かけられない、うん、今僕がいるとかかってしまう、いろんな責任を感じて、まあ、考えた上で、まあ、ちょっと1ヶ月ほど休んで、うん、そうだね。まあ、それでも、まあ、どうしても真剣にちゃんとやりきりたい、うん、ということで、まあ、途中で戻ってきて、うん、しっかりやっているという形です。いや、ちょっと思いはある人だから、ね、めちゃめちゃ考えてるから、あの人は。元からバッティングとか良くて、本当レギュラー系で、うん、最初来た時はね、4番打ってる時もあったような選手です。うん、ヤンキーですまあ見た目は怖いけどね、はい、うん、でも、よろしくお願いします。はい、
96番松。あ、松。松もギリギリ、オーディションで入った形ですかね。そうだね、はい、とにかく BC が大好きで、最初 BC の選手も ST の俺らを見るみたいな感じでね、うん、めっちゃ見てた人みたいな感じで BC の選手に接してたり、うん、BC 大ファン、うん、そうだね。右投げ右打ちの投手兼外野手、はい、という形です。フォークボーラーです。はい、以上の20名が現選手、はい、となっております、はい、これを金改めて覚えておいてください。いやぜひぜひ、もう今年2022年は間違いなくこのメンツは全員いますので、はい、追加はあっても減ることは許しませんので、はい、減ることはないでしょう。はい、確実にこのメンツでいきます、はい、いきましょう。はい、最後にはなりますが、ここから選手募集ですね、はい、選手募集の方はちょっとフォームまた貼っときますんで、はい、詳細書いてもらって概要欄のフォームから書いてほしい、はい、いった形です、どんな選手でもいいです、はい、BC でスタメンなれるかなぐらいの選手、うん、条件としてはそれだけかな。そうだね、あと本当に出席はもう出血8割以上、はい、と、スタメン取れるかもっていう自負がある実力を持ったか、はい、それだったらポジションも、危機もどっちでもなるです、うん、はい、まあとりあえずやむを得ない理由がある場合はね、あの、うん、僕ら運営陣に先に相談してもらえる、うん、そこはあの正義もあの話し合ってどうしていくって、はい、まあ、それはねそんな面倒くさいことじゃないんですけど、うん、最初からちらほら休もうっていうテンションで来ると絶対合わないんで、そうだね、最初はもう4週間あったら3日間はできるっていう、うん、というそれぐらいの気持ちじゃないと成り立たないと思います。はい、分かりやすく欲しいポジションで言うと、サウスポー、うん、サウスポーが一番欲しいです。そうですね、でその次にキャッチャー、うん、まあ、あとは好きでいいです。はい、一番優先したいのがバッテリー、うん、かつサウスポーはズバ、抜けて、欲しがって、はい、まあ、何回か、ね、試合や練習に一緒に来てもらって、それで雰囲気合うかとか見てもらって、あとはこっちで本当にちゃんとマジの方でやれるのか、うん、その判断だけをして合否を見たいと思いますので、はい、応募してもらって会見来てくださいって方に、スタッフから連絡がいくと思いますので、はい、しっかり応募してください。お願いします、お願いします。チームバッグやら、チームのユニフォームら辺に関してはもう全部提供させていただきますので、はい、お金は心配はしないでください。はい、そして就職先も困ったら全部、なんとかします。はい、ちょっと長くなっちゃいますけど最後にね大会のおさらいをしようと思います。そうですね、いろんな大会出てきまして、今年一番活躍、ま、結果残せたのが、桑田真澄カップ、はい、関東大会準優勝、はい、いやーそうですね、ベスト4でクーニンズを倒して初めて決勝戦に行きました、うん、ですが全国の夢は叶えられていないということで、うん、残りがもう3個ぐらいになってきたのかな。そうだ3個だね、はい、はい、ビクトリアカップの、オータムカップと2部の決勝トーナメントですね、はい、そうですね、2部戦の決勝トーナメント、これ両方ともゴールは神宮球場です。はい、神宮で決勝戦野球ができると。あと一つがグランドスラムカップです。そうですね、そうですね、はい、それはプライドジャパンっていうここが主催している会大会で、これは全国大会があります。はい、これを埼玉予選にエントリーしてて、次準決決勝、うん、そうですね、そうですね、いった形になっております。はい、これはちゃんと優勝で、埼玉代表になって関東3勝すれば全国、はい、で全国のチャンスはもうこのグランドスラムカップしかないというそうですねを把握してこれからの動画を見てほしい。はい、はい、でビッグプレーの大会自体も2個しかないんで、そうですね、はい、オータムカップがトーナメントで、決勝トーナメントの方はリーグ戦ですけども決勝トーナメントなんでトーナメント、うん、この3つの大会全部負けたら終わりです。終わり、はい、全部負けたら終わりの大会、はい、で全国 A が1個あって神宮 A が2つある、はい、オータムカップこの前勝ってベスト16進出決定しました。はい、はい、そうですね、ということなんであと2勝かな、3勝、3勝だね、3勝だね、あと3勝したら神宮球場での試合が決まります。はい、そして、何よりも大事なのが、ビクトリアの2部リーグ、いやこれですよ、2部リーグの、決勝トーナメント、はい、これがもうベスト4までこの前の動画見た通り決まってます。はい、次準決勝これに勝つと夢がかなる。いやーほんとマジで行きたい、ガチで行きたい。いやもう誰もが願ってます。はい、もしかしたらね、準決勝の方は直でファンの方呼んで招待して、みんなで勝利を掴もうかなっていうふうに考えてます。はい、ちょっとぜひ LINE ね、まだ登録してない方は LINE 登録しておいてください。いや、お願いします。で、先に言っときますけど、選手にもこれは言いたいんですけど、言っとくんですけど、僕は次の準決勝、決勝戦の気持ちで挑みますので、はい、それは選手にもその気持ちでやっていきます、はい、で逆に神宮は、僕はもうおまけだと思ってるんで、はい、
神宮が目標なんで、うん、僕はビクトリアカップで優勝してっていうのは何もないんで、うん、すいませんけれども、はい、僕はみんなで神宮に来てるって、はい、それが夢なんで、うん、次の試合に一番集中してもらいます。はい、神宮はもう夢叶えたんで楽しくやればいいです、うん、なんで選手も全員出します。はい、ここで神宮席、せっかく神宮行ったのにガチガチすぎて出れないとかわいそう。そうだね。以上、長くなりました、BC どんなチームなのか、今の選手発表、選手募集、うん、そして大会の話、はい、一個増えちゃいました。はい、まあ、長くなりました。はい、先ほど通り、2、3名選手募集しておりますので、はい、ぜひ、こういう熱い野球やりたい方、ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイビー。